だからアートっていうその言葉そのものの意味はすごく複雑で、ね、いろんな意味があるから、まあ、私にとってアートって言ってもアートって生き方みたいなもんだから、まあ、それをどうやって今まで、まあ、選んできた結果として今写真をやってますけれども、どう言ったらいいかな、まあ、はっきり言うと職業の一つなんじゃないの アートって言っても、だってそれで生きていかなきゃいけないわけだから。で、結局その職業って言ってもかなりその自分で全てやんなきゃいけないからね、全て自分で決めて、でやっぱりそのアートの一番、まあ、元みたいなものは現実とどうやって、ね、対面するか、現実をどうやって把握するかということがやっぱり一番大きいかなと思います。だから単なる仕事ではないってことだね。だから今生きてることの現実と自分をどうやってこう対象化していくかということと、それをどういうふうな形で形にする で発表するで誰かに見てもらうっていう、そういうこうプロセスがあるのがアートかなっていうちょっと気がしますね。生き方ってやっぱり職業、ね、まあ経済も含めることかなって、最近ちょっとそういうこともやっぱはっきりしないといけないからさ、アートはやっぱり経済に関係あるわけだよね、どう考えても。その辺はやっぱり、まあ、ずっとやってきたってこともあるからね、若い人はそうじゃないかもしれないけど、それと自分のこう価値観みたいなものをどうやって、作品にしてそれを、まあ、社会に出すみたいなものがアートかなみたいな。であんまり人に分かってもらうとかなんとかあんまそういうのないんだよ私。ね、自分は自分のこういう作品を作ってるから、まあ、見てくださいってことはあるけど、提出はするけれども、なんか理解してほしいとかそういうのあんまりなくて、ただ私の、まあ、言ってみればこう中から生まれたもの、だから無名の無形のものが有形になったのがアートかなみたいな気はちょっとしますよね。まあ結局ね、やっぱりこう長く持続するっていうのは、やっぱり自分のこうある種の価値観をきちっとこうなんか保ちながらぶれないで いかにこう、自分をこうある種叱咤激励しながらね、で新しいものを作っていく、そういう感じありますよね。でやっぱり飽きちゃうからいろいろね、飽きちゃいけない 飽きないでどうやってものを作っていくかってことは、やっぱ現実はどんどん変わっていくわけじゃない。まあ、社会で特に写真は社会とすごい関係があるから、そういうことも含めながらなんかこう作品化できたらベストかなという気がしますけどね。で私はほらあんまりいろんなことできないんで、不器用だから一個のことしかできないから、割とその不器用でこれしかできないっていうのはいいことだったんじゃないかなみたいな、あれもこれもって写真で撮ればあれもこれも撮れちゃうわけだよ。でも私はほとんど撮らないから、もう自分の好きなものしか撮らないっていうことで今までずっとやってきたから、まあそれはなんかすごく、なんだろうな、うまくいったっていうか、ブレてない、感じがしますよね。だから何撮っても元は一緒みたいなさ で、そそうのですよね。なんか表現したいものは、出発点は一緒っていうか。いや、出発点っていうより具体的に形になる時の元、まあ少しずつ変わってるんだけど、でもやっぱりそうだね、出発の元のこうなんかエネルギーみたいなものはあんまり変わってないかなみたいな、そういう感じしますけどね。